はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思いますってことでね、魔界トーナメント始まりましたねっていうことでね、魔界トーナメントをやっていきましょうというのが一つと、あとね、聖夜祭開催記念、セブンステップガチャっていうのが来てて、これはね、明日の夕方来るのの予告か、明日の夕方に来るみたいで、一応ね、聖夜祭開催記念っていうことになってるんだけど、なんかね、中身を見るとね、今回の、聖夜祭ガチャ追加された小閻魔と玄海。で、あと、一つ前のガチャで追加された御手洗が入ってて、サポートが、桑原と、しずるのね、桑原兄弟というか、の二人ってことでね、能力者三人組だけハブられてないっていうね、御手洗と一緒に来たのにっていう。まあだから前回と今回のガチャから来てるよと言うのかなと思ったら御手洗しか来てないっていうね。まあなんかその辺の配分はよくわかんないですけど、ステップ7まで引けると、星52体確定らしいんですが、ちょっとね石がやっぱないよなっていうね。まあ普通に250だとしたら7まで引くのにはねちょっと厳しいかなと思うんですが、まあ100とかね150とかそういうのが挟んであったとしても7は厳しいかなと思ってますって感じかな。で、あと魔界か。魔界がね、来てますね。前回確かね、最終日うっかりね、日付が変わってしまって、順位がね、振るわなかったっていうのは覚えてるんですが、今回もね、なかなかやっぱ厳しそうだね、環境的には。まあ、ちょっと一戦してみようか。勝てそうなちょっと相手に。ただね、そうは言っても、ボタン、ユキナ、ヨミ、この布陣はね、怖いんだよ。戦力差があってもね、全然負けちゃうときは負けちゃうからね。まあ一応攻撃パで行ってみますか。行きましょう。お、前さんは珍しいね。そして読みを開幕打ち抜いたのはでかい。ああ、ただね、そうだよね、前に入っちゃうよね。クラマの攻撃が前に入っちゃうとはちょっと嫌かな。ユキナの蘇生がどのタイミングで来るか。まあもうね、蘇生はね、ランダムの戦闘だと避けられないと思ってるから、しょうがないと思うんだけど、どのタイミングで来るかだよね。ああ、向こう痛い。それ最悪のタイミングだったな、今。向こうが来てから友情ジャンプしてしまった。ああ、まあ、デバフ消しはいい。デバフ消しはいいタイミング。次元灯振ったのも、まあ別にいいでしょう。ただ、ああ、それはいい。ただ、できればユキナの方を打ちに来たかった。だが、桑原がまだ生きてる。お、もしかしたら、全員残って勝てないだろうか。友情ジャンプが溜まったけど、生き返る。ジャンプしろ。違う。あ、まあいいか。とりあえず、読み落としたのは、OK ですって感じだけど、友情ジャンプがなかなか出ないね。アンコール。あ、まあ。しかし、ユキナが硬い。突っ込んで、ちょっと待てよ。まあもう応援するしかないんだけど、デバフ消す。ユウスケが凍りっぱなしだな。まあ回復、ユキナは無傷だからあんま関係ないか、今は。生き返る。そうね、凍ったまま、ちょっと、クワバラが落ちる、ついに。ああ、よしよしよし。それが受けるのは大きいが、ああ、でも読みが残ってる。心拍数痛い。ああ、ちょっとまた友情ジャンプが消える。ああ、最悪。マジかよ。サンタボタン結構働いてんな、でも今回。おし、オッケー。それはいい。あとは、桑原突っ込ませて、おし、オッケー。ダメだー。
マジかい、マジ蘇生がつらすぎる。突っ込んで、うわぁ、ちょっと桑原いないからデバフが解除できない。オッケー、いけ、押し切れ、押し切れ、よし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 、ちょ、よし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 、オッケーオッケー、これは 4人残りで勝ちでしょう。よし、やっと決まった友情ジャンプ。そして突っ込んで勝ち。オッケー。まあこんな感じでね、魔界もね、読みが強いよな、魔界は。あの手動に比べて。まあでもね、コツコツやっていきましょうって感じかな。で、冥国界のね、方なんですが、一応ね、18まで進んでますということで、そろそろね、もう、普通に星5全力が必要かなというところになってきたので、今回はね、このチームでちょっと行ってみようかなと思います。まあ全力と言いつつ、ちょっとここは、あの、デバフ要因なので、キャラリンクとかサポートつけてないんですけど、まあこれでちょっと行ってみようかなと思います。っていうのも、まあ心属性はね、一応この後を見る限りは使いどころなさそうなので、で残りのメンバー的にね、20突破できるかどうか次のステージまで気にしてね、やってられないので、そろそろね、星5もしっかり使って戦っていこうかなということで、これでちょっと行ってみます。ただね、ちょっと仕留めきれなかったらギブアップして、やり直すかもしれません。ということで、行きましょう。さあ。どっちから行こう。まあこっちから行こうか。で、ちょっとターゲットこっちにして、ゴマスリーのデバフ入れまして、あ、ちなみにね、このゴマスリね、敵前列に火ダメ増加、敵後列に余ダメ増加なんですが、敵が1列しかいないときはね、両方効きます。なので、まあこういうところでね、使うのがベストかなと。で、似たようなものとして、オートスキル鈴木とか、読みの、初期の読みのオートスキルとか、ああいう系も、こういう敵が1列のステージでは、両方かかりますというね、小ネタを。披露しておいて。で、この潜水ね、独自オートスキルで2ターン目に攻撃力上がるので、潜水の技使うのは2ターン目にした方がいいです。ということで、まあ、つまり、こっちかこっちなんだが、必殺技火ダメ増加つけれるから先にこっちか。これを食らわして、で、2ターン目になって、潜水の攻撃力上がったので、潜水のスキルをね、先に打っていきましょう。オッケー。もう一発、打っていきましょう。で、デバフか、あ、バフかけ直しをして、で、ちょっと待った、しまった。どうしようかな。まあ、デバフはまだ残ってるので、全体攻撃でいいかな？で、次また、デバフかけ直しましょう。点滅してるからね。かけ直しを打って、次はこれかな？で、タイミングよく、全体攻撃が2回続いて、まあ、バフかけ直しますか。そして単体効果力技も打っていく。5ターン目で半分超えてるから、これはいけそうだね。あ、しまった。間違えた。溜まりきってなかった。ちょっともったいない、今の。これはこっちのが火力出るか ?285%。238、そうだよね。潜在できてないからね、このクラマ。じゃあ突っ込みましょう。で、デバフかけ直し、バフも、かけ直して、全体攻撃行きましょう。いけ！で、続いてこっちも打って、
で単体効果力につないでいくと、いいペースじゃないか。これでまあ全体攻撃打って7ターン目か。よし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 。あーっとちょっと待って、それは予想外だな。あんま意味ないんだけど、3300の固定ダメージね。まあ3人にかかるんで1万ダメージ削れるから、あ、1万って結構削るねそうなんだ。で、バフかけて突っ込んで、ゴマスリデバフまたかけ直して、これなら普通に殴ってもいけるでしょう。いけるけど、まあこれでとどめか。シネマ来そう。予想一つ人どっち、238、218、まあじゃあこっちでいいかな。よし、フィニッシュ。9ターン目か。もうちょっと削ってもよかったかな。でもギリギリになっちゃうよね。ちょっと会心とかの具合もあるから。まあ、いいでしょう。お、100以内入った。ステージ18、100% で80ないみたいですね。次のステージ19は、耐属性が縦に並んでいるので、技で、貫通アタッカーみたいなやつ使えばいいのかな？まあ、とりあえず今回は、まあこれで終わりにしておきますがって感じかな。ちょ、ランキング見ると、100以内ね。こういうイベントとかでね、100以内なんて入ったことないんだけどな。まあ、まだね、報酬がね、一律だったり、テストプレイ的な期間みたいなもんでもあるので、まあ、真面目にやってる人が少ないっていうのもあるんだろうけど、一応ね、100以内入れてるのはちょっと嬉しいかな。うん。次のステージを突破できれば、1900% なるともう69位なんだ。はぁー。19、20、20まで攻略できるとかなり上位なんじゃない？これよく見たら。あ、50位以内に入っちゃうの？ 20 クリアできると。あ、ちょっとね、頑張ってみるか、これ。一応ね、今使えるメンツで残ってるのは、星5が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。まあ、ちょっと星4混ざっちゃうけど、違うな、星5がっていうか、18、19、20、20だから、あと60人ぐらいメインメンバーが残ってるから、突破できるんじゃないかな、20まで。サポートは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11だから33、34か。サポート34のメイン60か。これもうキャラリンクも全開で使ってっていいね。思いっきり、ぶつかっていっても、ステージ22、3までいけねえかな、これ。という感じでね、ちょっとね、面国会のやる気がね、増したかな、今ので。100以内入れて、ちょっと、やる気になりましたね。そんなわけでね、今回は、魔界トーナメント始まったよっていうのと、面国会ね、ステージ18動画にしてみました。ということでね、今回は、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。